やあ、さつなけいすきだよ。今回はね、このゲーム、資源の蝶、やっていきたいと思うよ。よろしくね。お、そうかそうか。推理だったな。推理で、失敗したん、失敗？いやいやいや、あんなことはね、失敗なんかしたことないよ。てか、もう犯人分かっとるもんね。犯人見張るやろ、お前やろ、分かってますからね。最初からお見通しですよ。お前が私を殺そうとしてんのことを分かってる。根拠はないけどね。勘だね。刑事の勘っていうのはこういうことを言うんだね。うん。友達を疑うのは良くないけど、見張るなら犯行は可能。一人でどこか行ってたし、酒屋さんの前で会ったのは偶然だったのかな。そういうことさ。見張りが犯人だとしても、まだ証拠がないし、慎重に行動しないといけないわ。一人で行動するよりも、誰かと行動してた方が心強いわ。誰がいいかな？そりゃあ、人狼やろ。人狼なら、幼なじみだし、頼みやすい。でも、人狼はどこに行ったのかな？お？こんな時に誰よって、あれ？これ、この前、あったんちゃうかな？デジャブかな？ここで人狼が来るってパターンちゃうんかな。はーい。やっぱり。人狼、よかった。ちょうど探しに行こうとしていたところだったの。家に戻っていたか。探したんだぜ。ドアのあれは何なんだよ。誰かに絵の具みたいなもので、いたずらされたのよ。私の写真と、わら人形が無名神社に打ち付けられているのを見つけたわ。そうか、大変だったな。まったく、誰がこんなひどいことをするんだよ。許せねえな。捕まえて一発ぶん殴ってやる。それなんだけど、三春が怪しいと考えてるの。あいつって葉月の学校の友達だろ。なんかあったのか。住所を知っていて、調べ物をしていたことまで知っているのは人狼と三春。友達を疑いたくはないけど、怪しい人で思い当たるのは三春しかいないのよ。なるほどな。そういえばあいつさっき俺のところに来たぜ。え？なんだい？お工事現場か。手伝ってくれて助けたよ。休みの日なのに手伝ってもらって悪かったね。次の給料にプラスしておくよ。少ししか手伝ってないんでいいっすよ。そんじゃ俺用事あるんで失礼します。お疲れ様です。結構見た目にそう見た目に反してっていうかな、見た目ちょっとやんちゃっぽいのに礼儀正しいところあるっていうね。ジンローくーん。わっ、俺こいつ苦手なんだよな。よう、葉月は一緒じゃないのか。調べ物するからってどこか行っちゃったよ。俺も手伝いたいからさ、どこに行ったか知らないか。駅の裏の方に行くって言ってたよ。なんか詳しい知り合いがいるんだってさ。なるほどね、駅の裏か。探すのに苦労しそうだな。葉月ってさ、未だに携帯持ってないから探すの大変なんだよね。ちょっと時代に遅れてるよ。葉月は葉月で考えがあるんだろ。お前友達なんだよ。あろ？あんまり悪く言うなよ。だってみんな普通に持ってるじゃん。持ってない方が変なんだよ。お前、バイク持ってるか？え？持ってないよ。俺の友達はみんな普通に持ってるぜ。何が普通で何が普通じゃないか基準はない。自分の価値観を他人に押し付けるな。かけ、俺の考える普通とお前の言う普通は違う。葉月の普通の基準も違う。人は人、自分は自分、みんな違うからいいじゃないか。人狼さん、かけ、尊敬しますわ。ウィス。そんなのずるいよ。バイクなんて乗らないもん。じゃあ俺行くわ。駅の裏だったな。教えてくれてありがとうな。ねえ、人狼くんってさ、頭の中、葉月のことばっかりだよね。別に俺は、葉月が困っているから助けてやりたいだけだよ。お前だって、友達が困ってたら助けたりするだろ。それと同じだ。じゃあな。なるほど、そんなことがあったのか。ちょっと待って、美春に駅の裏に行くなんて言ってないよ。くそ、俺は無駄に歩き回ったわけかよ。でも、はっきりしたな。あいつには何かあるぞ。
俺が葉月を探そうとしたら偽の情報を言いやがった。何か調べられたらまずいことがあるんだろうな。ドアのいたずらも調べ物の警告だったし、でもお隣さんが犯人を見た情報は黒髪黒服で見張るとは全然違うのよ。全然違うな。でもよ、髪の色なんかどうでもなるだろう。俺はバイトして髪の色を変えしたしな。染めていなくても黒いヅラかぶれば誰だってごまかせるんじゃないか。バイトして髪の色を変えてそれで金髪なん。え、普通黒に戻すとかそういうんじゃないの。確かにそうね。演劇部の三春ならカツラぐらい簡単に持ち出せるかも。あ、そうか、三春演劇部か。そういや、それなら生きるな。うん、演劇部だったら小道具で血のりみたいなものを簡単に手に入るんじゃないのか。ドアのいたずらも怪しいな。なるほど、血のりね。時代劇だったらよく着られるし。そんな黒い時代劇あるんか分からんけどさ。服だって上に羽織れば簡単にごまかせるし、あの格好だと目立ちすぎるから変装ぐらいするだろうしな。変装せんかったら逆におかしいよ。考えれば考えるほど怪しいぜ。あいつ今どこにいるんだ。さっき帰ったから今はどこか知らないよ。おい、さっきって一緒にいたのか。商店街で偶然会って家まで送ってくれた。偶然か。本当にそうならいいけどな。これは詳しく調べた方がいいぜ。河合人狼が行動メンバーに加わりました。とうとう加わったよ人狼。やったー。これで葉月を一網打尽にしてやるのさ。はい、待ってろ葉月。どこにいる葉月。え、ほんとどこおるん。そういえば調べるって言っても手がかりないよな。高梨さんがいてくれれば何か分かったかもしれないけど。誰だそいつは。男じゃないよな。違うよ、うちのクラスの子。私に呪いがかけられているって教えてくれた子だよ。めっちゃ謎なんだけど、それでも優しいという子であります。人って見かけによらないよね。そっち系に詳しい人か。今の状況だと頼りになるな。よし、そいつ探そうぜ。具合が悪いって帰っちゃったからどこにいるかわからないよ。片っ端に探せばどこかにいるだろう。この街でのんびりできる場所なんて限られているからな。まあそりゃそうです。そうですね。どうしようかな。って言うてもね、高橋さんってあれよね、図書館におるイメージがないもん俺。図書館におったりするんかな。さらっと図書館に戻ってきとる的なさ。おるとしたら3階か。おるんかな本当に。一応他の回も見ておくけどさ、やっぱ高梨さんイコール図書室のイメージがあるんやけど、ないんやね。いないんやね。3階ではない。やっててやからと言って2階におるもんなんか。高梨さんおったおったよ。マジでおるんかよ。おお、予想外もいいとこやな。進出希望ってこういうことなんだろうな。高橋さん、具合は大丈夫？うん。よう、俺、河合人狼って言うんだ。よろしくな。涙目になってる。静かに涙目になってるよ。おい。人狼、そんな声で言わなくても、怖がってるよ。なんだよ、怖くねえぞ。第二次実証はちょっと怖い系やけどね。もう、外で待っててよ。はいはい、わかりましたよっと。バイバイ。今の人知り合い？ごめんね、幼馴染なの。そうだったんだ、男の人に慣れてなくって。そういう問題なのか。男の人に喋りかけられただけで涙目って、それはちょっと危ないぞ。何か用？あのなんとか参りの犯人三春だと思ってるの。その通りだと思うわ。だから最初に図書館に呼んだ時に一人で来るように言ったのよ。予想してたのかい。なんで教えてくれないの。教えてくれとったら俺最初に人狼を犯人にするとか考えてなかったけどな。てか二人で行ってやろうかって思っとったしな。行けんかったけど結局。知っていたらなら教えてくれればよかったのに。その通りやしな。あ、またやないで。
言ったでしょ。これはあなた自身が決着をつけること、自分で犯人を見つけて乗り越えなければいけない問題なのよ。今夜無名神社に行きなさい。お前おかんか余ったれるんじゃないとか言っちゃってさ、おかんかお前は。なんとか参りはまだ終わらないわ。今日も行うはずよ。なんとか参りの習慣なら言い流れはできないわ。ありがとう、頑張る。私が協力するのはここまで。今日は身深い出来事に出会えたし、楽しい休日を過ごせたわ。お前人のやばい状況を楽しんでんだね。負けないでね。まあそれでも助けてくれたもん、助けてくれたんやし。あざっさー、あざっさー、あざっさー、あざっさーってなんだ。あ、人狼さん、人狼さん、行くよ行くよ、行ってきます。おい、無視するなよ。あー、ごめんなさい、あー、ごめんす、あー、ごめんす。あ、そんなに見つめなくてもいいでしょ、そんなに見つめなくてもいいでしょ。非常階段から降りていこうか。使う必要はないって出てきたよ。必要はあるだろう、人狼から逃げる。人狼置いてきぼりにする。終わったか。うん、これからどうすればいいんだ。今夜無名神社に行って美春が来ると思うから、あの場所で隠れて待つ。もし美春が来て何とか参りをしたら言い逃れはできないと思う。決定的な習慣を狙ってるわけだな。動かぬ証拠がまだないもんな。でも来るか来ないかはわからないよ。そんなもん来なかったら次のこと考えればいいじゃんか。未来なんて誰にもわからねえ。考えるよりも行動した方がいいからな。ほんとかっけえっすね、人狼さん。じゃあ夜に無名神社に来てくれる？うん、迎えに行くぜ。お前この前買った新品バイクでな。ごついんだ。もうキャラ、見た目通りのキャラ出してきとんな。いいよ、夜だし近所迷惑になっちゃうよ。そうか、残念だ。見せたいだけじゃないか、それ。そんじゃあ夜まで時間潰してくるわ。また後でな。また後でね。あ、集合時間言ってなかった。大丈夫かな、それ重要やろ。私は家で夜まで時間を潰した。時間がまだいけそうやね。もうちょい進めてみましょう。無名神社。さて、美春来るかな。来るだろう。人狼も来てないけど。人狼来てない。人狼はいないわ。どうしよう。怖いし、暗いし、怖いよ。ここでずっと待つのは辛い。神社の外で待とう。少しは明るいし、人狼が来ても分かりやすいもんね。オーケー。あ、誰か来る。隠れないと。来たか、美春。人狼ならいいけど、違う人だった。どうしよう。あれは、犯人かね。来たか。黒髪の女。暗くて顔ははっきり見えなかったけど、やっぱり美春なの？お、打ち付けてる。来た、犯人ですね。美春、どうしてここにいるの？完全に美春だったよ、これ。この、わら人形も美春がやったの？じゃじゃーん。わら人形。なんだ、全部バレてるんだ。そう、そのわら人形は、葉月だよ。どうして？死んで欲しかったからだよ。でも、直接は無理じゃん。だから、噂話で聞いたの、呪いをかけたの。葉月って鈍感だよね。呪いが全然効かないんだもん。私諦めようかと思ったよ。でもね、お姉さん先生の写真を見てちゃんと効果が出てるみたいで、嬉しかったんだよ。美春だって写真見たとき驚いてたの。あれね、呪いをかけてるのがバレちゃうと思ってびっくりしただけだよ。結局バレちゃったけどね。ああ、残念。変装もしてたのにな。全部無駄になっちゃったよ。バレちゃったんならこんなカツラいらないね。あ、気まずい、戻った。今まで家まで送ってくれたり心配してくれたのも全部嘘だったの？家まで送ったのは気持ちの目撃者になるためだよ。
まさか犯人がすぐに見に来るとは思わないでしょ。演劇部で使っていた血のりで書いたんだよ。もっと怖がってほしかったな。香水のプレゼントは？人狼くんってね、香水が切らないんだよ。知らなかったでしょ。その香水を使って嫌われてくれればよかったのにさ。なんで使わずに大切に持ち歩いているのよ。だって、ミハル、そんなもん、高いもん使えないよ。友達と思ってきたのは私だけだったんだ。どうだろうね。葉月と一緒にいた時間は楽しかったよ。でも、人狼くんを初めて見た日からずっと忘れられなくってね。一緒に遊んでいるうちにどんどん好きになっちゃったんだ。人狼くんは葉月のことが好きみたいだけどさ。だからさ、友達だったけど葉月のことどんどん嫌いになった。そうだ、このなんとか参りで使った金槌、これって武器になるよね。ここなら誰も見てないし、呪いなんかよりも確実だよね。やめてよ、みはる。うわおきた、人狼。すまん、葉月、ちょっと遅れた。人狼、ヒーローは遅れてやってくるってやつだな。危ねえ危ねえ、間一髪だったぜ。え、嘘。なんで？なんで人狼くんがいるの？葉月から全部聞いてるんだよ。時間聞き忘れて少し遅れちまったけどな。違うよ人狼くん、誤解だよ。少し脅かしただけ。ふざけんな。なやってよ、良いことと悪いことがあるだろ。嫌だ、嫌いにならないで。お前は俺はお前を絶対許さねえ。人殺しをしようとするやつなんか見たっけもねえよ。うう、逃げたか。みはる、大丈夫か。来るの遅いよ、もう。まあそう言うなって。でも来てくれてありがとう。俺は約束は守るぜ。そうだ、ちょっと付き合えよ。なんだい？人狼のバイクの後ろに乗り夜道を走った。結局人狼バイクで来たんや。昼間は暑かったけど、9月の終わりの夜風は少しだけ肌寒く心地よくもあった。どれくらい走ったのだろう。見たこともない街並みの場所で、長い階段のある場所で降りた。盗んだバイクで走り出す。あ、待てよ、人狼はもしかしてこのバイク盗んじゃない、盗むんじゃないだろうね。そんなバイクに乗せられたら私も同伴だと思っちゃうよ。共犯な。あ、これムード的にあれじゃねえか。男が女の子を誘ってここに連れてくるってことはもしかしてあれじゃないのか。まあ黙ってついてこい。わあ、もうこの音楽的にあれじゃないですか。さっき見つけたばっかりの場所なんだけどな。お前何してんの。だから遅れるんだよ。遅れてかっこいい感じが出てきとったけん幸いだったじゃないか。いい景色だった。あんなことがあったけど少しは気が晴れるだろう。見上げてごらん、夜の星を。うわ綺麗な、眺めいいだろう。いい眺めだろう。やっと笑ってくれたな。あんなことの後だから今まで通りはいけないと思うけど、葉月が悲しんでいるのは俺見たくないんだ。この星と同じで人もたくさんいる。葉月はたまたま悪い奴に当たっちまったんだよ。でもな、いい奴だってたくさんいるぜ。人狼も高梨さんも、お姉さん先生も、みんな私を助けてくれた悪い人ばかりじゃないっていうのは知ってるよ。蝶を見たら死ぬって聞いた時は俺もどうしたらいいかわからなかったよ。実際に蝶を見た葉月はもっとショックだったろうな。ショックでしたよ。まあなんつうか表現としてはね、例えるなら体を走る一筋の一筋のなんだろう、雷っていう、なんか一筋の雷が走るって、あれなんて言うんやろ、忘れちまったぜ。
あの蝶ってね、先祖の化身なんだってさ。お母さんが私に危険を迫っているのが知らせてくれたのかも。お、人はいつか死ぬ。でも、その死を恐れて生きるより、死んでも後悔しないように生きた方が楽しいんじゃないか。そうだね。人狼さん結構、あれなんですね。臭いことを喋る人なんですね。ナイス、臭さ。なんそれ。俺も死んで後悔しないように生きたいからさ。俺のお気持ち、言うわ。言うわ？マジか。わあ、もうこのムードからちょっと感じ取ったけど、まさかとは思っとったけど、行くのかい、人狼くん。ん？あずきのことが好きだー、世界の誰よりも愛しているぞー。な、なにそれ、告白？なんだよ、ダメか？ダメじゃない。わあ、俺が発揮していない態度だから行けないんだ。俺はこの星空に誓うぜ、絶対に葉月を悲しませない。ずっと一緒に行ってくれ。あ、こんな状況でちょっと言うのも悪いけど、もしかしてこれ最終回？え、最終回もしかして。え、ちょっと、思ったよりちょっと早かったな、パート的にさ。もうちょい長いもんかと思った。わあ！わお！エンディングじゃないか。ちょっと待って。まあ、いいラストやと思うけどさ。いいラストの上でちょっと空気読めんこと言うけどさ。マジか、早いな。思ったより早かったな。もうちょい長く続くんかなと思った。ハッピーエンド。星空の誓い。はい、というわけでまあ、終わってしまいましたね。資源の蝶。お、後日談来たか。長い一日は終わった。そして次の日。なんだろう。おう、お父さん。お父さんがいない間にいろいろあったみたいだな。帰ってきて家のドアを裏書きを見たときはびっくりしたぞ。ああ、それはね。水で流しただけで落ちたからよかったけど、管理さんに怒られちゃうからな。まあいいさ。さて、一日遅れちゃったけど、一緒に墓参りするか。そういえば、昨日のお供え物を何買ったんだ？え？木彫りの熊にした。なんだそれ。お土産じゃないんだからさ、そんなものをお供えたら天国で笑ってるぞ。いいんだよ、お供え物は気持ちが大事なんだから。気持ちでもコントがわからんけどな。へ、ふざけて選んだけん。あれから10年か、葉月はこんなに大きくなったよ。俺たちを天国で見守っていてくれ。それじゃあ帰ろうか。お母さん、助けてくれてありがとう。葉月、お母さんはあなたのそばで見守っているからね。お父さんのことをよろしくね。PS、木彫りの熊、ノーセンスです。おーい、どうした？ごめん、今行く。こんな感じで、とうとう、資源の蝶最終回か。ん？お墓参りの帰り道、みはるがいた。なんと。おー、元気そうっすね、みはるちゃん。あそこにいるの。はずきの友達じゃないか？前にうちに来てたよな。あー、全然元気じゃない。元気そうに見えたのは俺の節穴だったよ。もう目がえらいことになってるぜ。ちょっとみはる、大丈夫か？大丈夫かって、あんなことがあったらそりゃこんなに落ち込むか。寝ろよ、ちゃんと寝ろよ。ベッドでつらつら寝ろよ。一日しか経ってないのに別人のような顔になっていた。こちらが視界に入っているはずなのに、まばたき一つせず、何かに取り憑かれたような不気味な感じだった。これが、あいに呪いの力に手を出したものの末裔なのかもしれない。よりによってこんなに可愛い子がこんな方になるんだぜ。変わり果てた、次姿のみはる。私にかけられていた呪いはもう解けていると思うけど、本当にみはるが全部悪かったのかな、どういうことだい。お姉さん先生にもらった写真の手のような影が消えていないこと。本当に終わったの？そういえば、お姉さん先生、心配したままかもしれない。今日も学校にいるかな？とりあえず行ってみよう。あれ？まだ続くんすか？あー、なんか短いなと思っとったけど、ちょっと待って。サフロールあったし、まだまだ続くとは思えんかったけど。マジで？第2部？てか写真まだ消えてないんや。お？メモリアルが増えとるね。これね。
どんなことがあっても葉月は俺が守る。人狼エンド。やったね、ラブラブ。またリア充から一人増えてしまったよ、畜生。まあとりあえず今回はこの辺で、最終回かと思ったらまだまだ続きます。資源の帳、資源の帳って何気に面白いけんな。ところどころふざけ要素もあってさ、実況しようぜ、楽しいゲームやね。やけん続いてくれるのは大いにありがたい。今回のポイントはちょっと長くなった。じゃあ今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。週上げ、周辺の情報まだまだ続くよ。